こんにちは、おちゃみです。今日の動画はこちら、じゃーん、リムーのハロウィン限定版ゲットできました。嬉しい、めちゃくちゃ欲しかったんです。このリムーすごい激戦だったと思うんですが、なんとかリムーゲットできました。そしてモリーの最新作パンのシリーズなんですが、こちら1個とガチャガチャという形で今日も3本仕立てでお送りしていきたいと思います。ぜひごゆっくりご覧ください。ではガチャガチャは一旦外しましょう。ということで、リムはね、もう中身ちょっと半分見えてるようなものなので、まずはモリーから開けていきたいと思います。このモリーちゃんなんですが、箱がね、これわかりますかね、この後ろの絵の部分、パンになってるんですよ。なのでこのパンじゃなくてこの箱自体がちっちゃいね、食パンみたいな箱になってます。こんな感じ。ほら、そういうところもめっちゃ可愛いなと思いつつ、開けていきましょう。で、今回のラインナップなんですけれども、いつものように12種類とプラスシークレットがあるんですけれども、私が一番欲しいなと思っているのはこれなんですよね。エレガントワッフル、これも第一希望。そして私はこの箱を選んだ時にですね、ちょっとこのギュッと感が、これワッフルじゃないかなって私は信じてるんですよ。結構強めにワッフルじゃないかなって信じてる。なので、開けた時にね、ぜひ感動をお伝えできたらと思うんですけれども、その他に欲しいものとしてはアフターヌーンティー、お腹のところがアフターヌーンティーセットみたいになってるんですよね。これすごく気になってる。あとは、このワニパンをかじってるモリーちゃん、めっちゃ可愛いんですよ。そしてあと人魚、まあタイなんですけど、タイ焼きの、人魚版タイ焼きプリンセスと、このクロコダイルブレッド、そしてこのアフターヌーンティー。ただ第一希望はもう断然このエレガントワッフルということで、開けていきたいと思います。まあでも全部可愛いですからね、まあ、このつもりなんですけど、これじゃなかったからとて好きだと信じております。1個なのですいません。ペーパーナイフで開けさせていただきます。よいしょ、じゃーん、可愛い。でね、まあなんかパーツとか出てきちゃったらあれなんで、慎重に開けていきたいと思うんですが、どうでしょうか。ワクワクする。いくよ。待って、これ手触り的に絶対違うと思うんだよな。わ、なんか絶対違うよね。いや、箱の感じ的にはこのギュッと感ワッフルじゃないって思ったんですけども、出した瞬間絶対違う感がある。これ分かりやすすぎだな。これ絶対違う。うーん、開けましょうか。でかい。もう皆さんが見ても違うのは明らかな感じかと思うんですが、開けましょう。まあもうこれ、あれしかないさそうですね。いきます。せーの、はい。じゃん、でかい。袋から出すとさらに大きいですね。すーご。ハンバーガー。あ、これ、やっぱり、パカーン。すごい、こんなサイズ感、こんなに大きなサイズ感でズバッと出てくるとは。ちゃんと止まって、バーン。このパン、これバンズって言うんですかね。このバンズの部分は、ちゃんとゴマがついてるタイプのもので、このね、表面の肌触りちょっと違う。この、上と下のパンの部分は肌触りがいつものこのシルキーな感じというか、ラバーコート的なものになってますね。
マクドナルドとかモスバーガーとかバーガーキングとかいろいろありますが、そういうハンバーガーでしたね。結構強めにワッフル来るだろうって勝手に予想してたので、何気に衝撃ですね。ワッフルだと思い込んでたんですよ。絶対ワッフルだろって思ってた。でも、ハンバーガーは嬉しいです。モリーちゃんの髪の毛はね、動画でわかりづらいかもしれないんですが、ピンクとオレンジのアイノコみたいなカラーをしています。オレンジっぽいピンク。サンゴカラーに近いかなと思います。コーラルピンク的な感じ。この大きなね、トマトに関してはちょっとモスバーガーっぽさとかもあるかなと思うんですが。いいですね。こう閉じちゃったらもうほんとハンバーガーになっちゃうんだけど、カードはこんな感じで、ちょっとメニューっぽさがあるかもしれない。これ多分パンですね。それでは1個しかなかったので、次はディム開けていきましょう。これはもともとシュリンクが周りについてて、かつここにシール貼ってあったんですけれども、開けやすいようにシールとシュリンクは取っちゃいました。なのでもうこういう感じで開けられるようになってまーす。箱、こちらでございます。では、開けましょう。楽しみ。あ、やばい、これ汚く開けたくないけど、どう？よいしょ。大きいんですよ。今回のブリスターのタイプのディムーはちょっといつもより高め。価格的にも1000円ぐらい高くなるんですが、サイズが大きい。今回モリーもそうですけど、ディムーも大きいですね。これね、本当にいつもの、ディムーくん自体のサイズは一緒だと思うんだけど、この周りが大きい。重い。後ろはこういった形になるんですけれども、この、なんて言うんだっけ、棺桶？この棺桶からもくもくと煙が出てきて、赤いこの煙の中からディムーくんが出てきております。頭の顔の部分は、これコウモリですね。ちょっと口から血が滴ってるんですけれども。かっこいい。で、タイトルが、エンブレイスジャサンっていうことなので、太陽を抱きしめるっていう風にね、直訳だと出てましたが、まあ太陽を受け入れるとかそんな感じなのかなと思います。で、このキャンディー、いつものキャンディーちゃんがドクロになってますね。ドクロキャンディーコウモリがここに3匹飛んでますね。で、太陽がポンポンポンとあります。で、これすごいでしょ？血っぽい感じで、この心臓みたいなものをね、掴んでるんですよね。この黙々と出てきている煙というか、雲っぽい煙っぽいところは、うっすら、透明感がありますね。ちょっとすりガラス調な感じで、うっすら透明感があります。なので、透明パーツに色を塗ってるんじゃないかなと思うんですが、かっこいい。この夜明け、まあ、夜になる時というよりはどちらかというとだんだんと明るくなり始める夜明けをイメージしているのかどうでしょうか。で、ここね、棺桶のところ、太陽とこのコウモリ、コウモリのキャンディーちゃんがここにね、いっぱいね、こうやっているわけなんですよ。すごく豪華。気に入ってるポイントがありすぎて、まあ、全部可愛いんですけれども、やっぱりね、この顔、ちょっと間抜けなコウモリの顔も可愛いし、超音波で音を聞き分けてるようなこの耳の中の構造とかもね、凝ってますし、色も形もすごい好み。で、基本的には怖い系のものってあんまり家に置かないようにしてるんですけれども、これはいいんじゃないですかね。私的にはこれは怖いものには、まあ、入らないかなと思ってます。ディムーの可愛さが勝ってるので。大激戦でしたが、これはね、本当に良かった。本当に良かった。すごく見どころがたくさんあるので、ぜひちょっとアップにしましたのでご覧になってください。白いお洋服の部分とか、あとは
このマントの留め金具とかそういったところもね本当に細かくよくできてますね。なんだか随分ボリューミーなものが続きましたが、そしたらそのままの流れでガチャカツなんですが、これもね一個すごくボリューミーなものを買ってみたんですよ。こちらタイトルからして大きなって書いてあるんですけど、まさかこんなに大きいとは思ってなかった。はい、大きな大橋、一番欲しいのはね、あのなんて言うんだろう、くちばしの部分がすごいカラフルな感じの、カラフルというかちょっとこう細かなね線とか入ってるものがいいかなとか思ってたんですが、実際出たのはちょっとシンプルでかっこいい系のこちらでした。チョコキムネ大橋、初めて聞いた。コロンビア南西部とエクアドル北西部の湿度の高い太平洋低地と山麓に生息し、コロンビアのチョコ県、あ、チョコってそういうことね、チョコ県地名ですね、の固有種と考えられている。生息域が異なるがほぼ同種であるクリハシオオハシと比べると体が小さく、下くちばしが黒色になる。またクリハシオオハシがキョンキョンと叫ぶような鳴き声であるのに対し、本種はガーガーと濁った声で鳴く。2から5羽の小集団で主に果実を採食しているが、昆虫や小動物も食べる。小動物も食べるの？怖い。なんかね、思ってた以上に大きいんですよ、これも。ちょっと大きすぎたら気持ち悪そうな気もするんだけど、大丈夫かな？わ、なんか足、わ、すごいリアルな足でできた。え、足1個しかなくない？あ、もう1個あった。びっくりした。なんか、なぜか、もう一個の足には、この、プチプチがついてます。片方にはついてなかった。こうかな？はい。よし。わわわわ、なんか、どんどん大きくなってくるよ。わ、本当に大きい。ちょっとさすがに、でかすぎですね。こんなに力強く、大きいものを買うつもりでもなかったんだけど、すごい迫力。なんか今日大きいものばっかりになっちゃった。もうこれを一緒に置いた時点でわかりますよね。これガチャガチャで500円で結構高かったんですけど、500円に見合う巨大な、で目が何気にリアルな雰囲気を醸し出してますよね。ちょっとこの机のところにポンって置いて可愛いねっていうレベルじゃないですね。相当な迫力のある大きな鳥になりました。こちらでございます。じゃあ今度はちっちゃいので、今日のガチャは3種類ありまして、2種類目はこちら、ハグジードーナツということで、実際にあるドーナツ屋さんのデザインを元にして作っているドーナツのガチャなんですね。これよくできてるんですよ。この後ろの部分、ドーナツの生地の部分とチョコレートかなが被ってる部分と、あとはクッキーがね刺さってるらしいんですけど、恐竜のモチーフがそもそも好きなので買ってみました。まあ、最初に物からご紹介しちゃったんですが、こちらですね、ラインナップが6個ありました。聖蹟桜ヶ丘の古民家のお店とテント付き自転車での移動販売をしていますということなんですが、かなりね家から遠いので行ってみたいんですが、旅になりそうだなと思っております。これ3つのパーツに分かれているので、自分でぐさぐさっとこうくっつけるんですけれども、簡単にくっつけられます。で、裏面にこの出た柄の絵がね書いてあります。もう一個はこちら、これは確かトリケラトプスだと思うんですが、このね表面の感じとかも結構リアルなんですよ。美味しそうでしょ。髪の後ろはこんな感じ。やっぱりこれトリケラトプスですね。ゴツゴツした皮膚をキャラメリーゼで表現ということなので、この部分ですかね。この上の部分っていうのがちょっとこうパリッとしてるのかもしれないです。こういうお菓子系モチーフのものっていうのもね、すごく可愛いし、おすすめかなと思います。ハグジードーナツでした。
じゃあ最後ですね。最後は、ムーブのフィギュアコレクション。M ダッシュさんというアーティストさんが作ってるソフビーの、ガチャ版ですね。これね、回してみて分かったんですけど、思ってたよりめちゃくちゃ小さい。すごくよくできてるんですよ。すっごくよくできてるけど、思ってたよりほんと小さい。こちら、ギュッ。すごくデザインが凝ってて、かっこかわいいなっていう感じなんですけど、ディテールは相当細かいですね。こう、形、体のフォルムというのかな、そういうものにすごくこだわりを感じますよね。ギュッと胸の部分が小さくなって、ウエストからの太ももをポンとこう、ちょっと張りのあるような表現になっております。で、靴はね、大きいし、かつ靴の表現っていうのがかなり細かいので、結構スニーカーとかも好きな方なのかなとか思っちゃったりするんですが、髪型もね、また素敵なんですよ。すごく統一感があっていいんじゃないかなと思います。これもう一個回してます。じゃん。もう一つはこの褐色の肌の子。そして顔はガングロギャルみたいな、まあ平成のガングロギャルメイクの女の子。そして爪の部分もほら見てください。蛍光オレンジのマニキュアがしてありますね。これはどうだったかな？これ蛍光黄緑。少ないカラー分けなんですけど、すごくね、統一感のあるおしゃれなカラーリングですよね。緑の子の時は分かりづらかったんですが、ここのところにね、M ダッシュっていうようなマークが入ってますね。リボンのパーツのところです。横から見た時の体の反り感とかそういうところもね、一個一個にこうこだわりが見えてますよね。こちらの2色が出てきてくれました。それでは360度ぐるっとお楽しみください。ポップマートからはこのハロウィンの時期にたくさんのキャラクターでハロウィンの限定バージョンが発売になりました。かなり手に入りにくいものとかもあったんですけれども、皆さんは何か狙いのものゲットされましたでしょうか？こちらのチャンネルではフィギュアの開封やガチャ活、カスタマイズ、そういったものを中心にお送りしていきたいと思っております。今回もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。またねー。